皆さんこんにちは、卓球センター .jp の吉岡です。さあ今回もですね、シリーズもののチャレンジ企画です。今日もコーチの胸を借りていきたいと思います。で今回はこちらのコーチをお呼びしました。はい、お願いします。はい、はい、背の高い色男、まさかコーチです。はい、ね、まさかコーチは基本吹田卓球センターにね勤務してくれてると思います。まあ現役はもう引退した感じかな。はい、でも、まあ、まだまだフィジカルは素晴らしいので、まさかコーチと対戦していくんですけども、噂では球がすごい速いということで、今回はまさかコーチはドライブで、私はブロックという形のもうここ立て対決をさせていただきたいと思います。でルールとしてはバックワンコースで打ち抜けるもしくはミス、どっちかがミスるっていうので勝負したいなと思います。でラリーが続くと思うので3点先取っていう風にしたいと思います。じゃあちょっと僕の方が有利かもしれないですけど、行ってみよう。お願いします。お願いします。あー、すみません、すみません、いいんじゃない。あー、どうか。はい、勝負が終わりました。結果は3対1でまさかコーチの勝利です。いや、球速いな。そうで、あともう弾道きついからもう全然最初合わない。初めて打つんですけど、もう球きついです。ちょっと一方的に負けちゃったんですけど、でまた違う勝負を選んで別のコーチに挑みたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。